本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よー、スタート。突然ですが、フライヤー、オーブン、トースター、電子レンジ、温め直し、これら5つをたった1台で済ますことができる機器はご存知ですか？今回紹介する商品サムキョ F25 はコンパクトながら多機能、調理初心者から経験豊富な料理家まで誰でも簡単、油を使わず調理を可能にしてくれるエアフライヤーを紹介します。ぜひ動画最後までご覧ください。開封の儀、こちらでございます。正面サムキョエアフライヤー、では開けていきます。トリセツレシピ本、トリセツは全て日本語表記、さまざまなレシピ、こちらが本体です。片手でなんとか持てる重さ、背面、電源コンセント、裏面、横、そしてこちらが正面です。こちらクリスパープレート、今何も見えないかと思いますが、こちらタッチパネル式です。このフライヤー、おすすめな人はこちら、ヘルシーな食生活を意識したいと思っている方、揚げ物が好きだけどカロリーを気にしている方、簡単で時短料理を探している方、これらに該当している方はとてもおすすめです。このエアフライヤーを使うことで高速調理で健康的かつ美味しい料理が楽しめる、プラス省エネ効果が期待できます。というわけで、より良い食生活をサポートしてくれるこのエアフライヤーをさらに詳しく見ていきます。コンパクトサイズのエアフライヤー。はい、今手に持っているのは A4 用紙と同じくらいのサイズ感です。そのため簡単に収納ができて、キッチンスペースにも気軽に置くことができるサイズ感です。重量は2リットルのペットボトル約 1.5 本分です。なお、電源さえ確保できれば、キャンプやアウトドアでもこのエアフライヤー使うことができます。はい、というわけでこちらがですね、本体なんですけども、外観に関しては見た目がとてもシンプルで、どこに置いても馴染みやすい印象です。本体の上、ここだけ見ると何も見えませんが、この電源をつけることで液晶パネルが浮かび上がります。コンセントをつけていきたいと思います。はい、つけると電源ボタンが現れました。こんな感じで画面が表示されます。こちら LED タッチパネルを搭載、ディスプレイをタッチするだけで温度、時間が表示されます。これを外すと、はい、オープンと出ます。また戻すと、はい、画面戻ります。使用や特徴、メリットについて、このエアフライヤー、油を使わずにノンオイル調理をすることで低カロリーかつヘルシーな料理を楽しむことができます。例えば市販の惣菜をこのエアフライヤーで一度温めるだけで食材の油を落とすことができます。食材本来の油脂を使って調理するため、食材本来の味わいを楽しむことができます。使い方はとても簡単で、この画面に表示されていますアイコンをですね、数回タッチをするだけ、料理時間をかなり短縮させることができます。全体的外観は高品質のステンレス鋼を使用、独自のケーブル設計により熱伝導を均一に加熱し、調理時間を短縮、10分から30分ほどで揚げ物が完成できます。なお、揚げ物だけではなく焼き物や保温などの調理も可能です。そんなわけで厨房機器をこちらに置き換えることも可能です。豊富な10種類プリセットについて、こちら本体豊富なプリセットが搭載しています。10種類の基本プリセットと3つの調理機能が備わっています。電源を入れると現れますこのアイコン、このプリセットアイコンを押すことで時間や温度が表示、お好みに応じてタッチで調整も可能です。個人的にこの機能いいなと思うのが、シェイクお知らせ機能。こちらは火が通りにくい食材や大量の食材を均一に加熱したい時に便利な機能です。通知をしてお知らせしてくれます。うまい。
素材の味のままいただきます。うまっ、うまっ。便利な機能について、ではここからですね、いくつか便利な機能を紹介していきます。360度熱風循環技術、こちらはヒーターの熱をファンで対流、その熱風で食材を包み込むように加熱してくれます。これにより食材の内部まで均一に加熱して美味しく仕上げてくれます。メモリー機能、調理途中でこのバスケットを取り出すと調理は自動的に一時停止、バスケットをまた戻すと中断した調理が自動的に再開してくれます。冷凍食品モード、食材を解凍せずそのまま調理できる便利なモードです。お気に入りモード、よく使う温度と時間の記録が可能です。このお気に入りボタンを押すことで、その設定温度と時間で調理を始めてくれます。解凍モード、食材を解凍せず肉や魚などの冷凍食材を調理可能な状態まで素早く解凍してくれる機能です。使用後のお手入れについて、面倒な使用後のお手入れ、これがとても簡単です。このエアフライヤーは油を使わないので、調理後はこのバスケットをただ水洗いをするだけ。こちら揚げ物かごと鮮度ポジトレイは食器洗い機でも洗うことができます。面倒な手作業からの解放、便利なキッチンライフを楽しむことができます。こちらのエアフライヤー、優れた性能と健康的な食生活を気にしている方にとてもおすすめです。安全面についても PSE 認証取得済み、また自動遮断機能も搭載しています。調理機能選択画面で10分間何も操作をしないでいると、全ての設定を取り消して待機状態に切り替わります。なおこちらの F25 は1人から2人暮らし用です。もう少し大きいものが欲しい方はファミリータイプも出ていますので、ぜひ詳細をご覧ください。おすすめエアフライヤー、興味が出てきましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。さて次は何を作ろうかな。本番いきます。よーい。直感的な危機はご存知、食材本来の熱伝導を均一に加熱し、熱伝キャンプやおすすめです。